皆さん、What's up? バッバー翔太でございます。なんとなんとなんと、あそこ見てください、ルースさん。あれ、朝日岳登ったところですよ。そうですよ、もう雪がね、かぶって北海道ももう先が終わって冬に突入でございます。めっちゃ寒いね。ということで、今日はもう終わりかけの秋っていうことで、日本一美しい村がここ北海道にあるということで、ちょっとエンジョイしたいなと思っております。しました、1週間の後の雪。そうやね、ここも1週間後には雪が降るらしいん で、 いいですね。結構いろんなキャンパーマン の、 あのおっちゃんたちはもう南へ南へ下っていくらしいです。僕たちもちょっと焦らないとね。こうやって座って平和か声取ったらルーさんダメですよね。ルーさんプッ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 プおならばっかり。おならさん、無人のスーパーですか、これは。何なんですか、いきなり見つけちゃいました。野菜です。おー、すごい。キュウリ買いたい。はい。もうチェンジできますか。チェンジ多分できません。何、ここに、この中に入れなあかん。150円でも、キュウリ120円。多分サービスだもん。ルース銀行、ルース銀行直切りたいで30円ぐらいじゃないですか。2円で、はい。おー、スパイキー。スパイキー、スパイキーもっと美味しい。何、ということで今着いたのが、ヤマト運輸の船の店でございます。何買いましたか。ルースさんじゃないですか。僕たちいつもアマゾンとかあのオンラインショッピングした時に、まあ、住所がないんで車なんで、まあ、行くとこ行くところで郵便局止めとかヤマト運輸止めにいつもしてそこでピックアップするみたいな感じですね。いつもショッピングの時。ルースさん、お、頼んだやつ来ました。おー、コーヒーメーカーとかのトライポッドね。おー、これめっちゃ欲しかったですよね。わー、わー、でも見て、おー、ステッキー、なんですかこれ。メイドイン、イタリー、イタリー。The best coffee maker. そうやね。It's look since 1933. つい見れますね。Very, very famous coffee maker. あ、そうですか。Yeah. これでもニュージーランドだけも持ってましたね。Yeah. ニュージーランドが持ってましたけど、サンバディ誰かが落として壊したんです。誰ですか。ほんまそんなどんくさいやつ。No, I think it's not good to post this one because your parents are watching, you know? めっちゃ面白い。ダメですよ。ルースとお父さんとお母さん、なんですかこの彼氏、ボーイフレンドめちゃめちゃダメですねって言われてます。変な人。変な人ね。何なんですか。ピッツァイリー。ピッツァイリー。チーズ。なんだですよ。わあ、閉まってますね。残念ですルースさん。私の家、ピッツァ飴みたいな感じ欲しいですよ。欲しいですか、あのピッツァ DIY できる。あ、どうでしょう。お、見て見て。 OK、ということで今日のワインの開けをちょっと探していきたいなと思います。見てください、ワインチェラーとセピアとホワイトって選べるらしいんですが、どれいきます。めちゃめちゃブラックなんですけど、見るかね。これちょっとインタレスティングよね。おー、濃厚ですよ。美味しいですか。うん、そうですね。全部味めっちゃ薄い。ああ、そうですか。もっと、うん、外国の方が濃いですか。うん、めっちゃ、like、日本人の味みたいな感じ。味みたいな感じ。チーズもワインももう手に入れたんで終わりでございます。ということで今からちょっとドライブしてもう終わりですね今日は。待って、何ですか。アイスクリームどうする。もうええって。アイスクリームどうする。もうええって、ええって、ええって。めっちゃ夢アイスクリームありますよ。プースさんがずっ欲しい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 って言ってたアイスクリームは一体どんなものなのでしょう。おーっとOK、準備ですか。さすがルースさん、うい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 どないですか。最高。 One thing I really want to ask, how much is it?1700円。喉越し何本。喉越し多分15分ぐらい買いますよ。最近前準備
ビール飲めません。This one is more like for decoration rather than like kind of for Instagram. で、まあ聞いた話によるとこの辺りではまたまた無料温泉といえばバッパー翔太です。ほんまかいな。はい、ほんまかいなですよ。おお、吹き上げ温泉っていうのがらしくて、英語のレビュー、うん、say full of old naked men。 おお、でもルーさん無理ですよこれ。無理です。ルーさん水着で行ったってええんちゃうんすか。車中泊しちゃいますか。うん、どうですか。一番綺麗な景色、車中泊、うん、知ったことありますよ。え、何を言うてるんですか。でも温泉はやっぱりルースさんがイングリッシュコメンターのような感じでしたね。一人だけ女の人おったんですけど。あ、そうですか。女の人はめちゃめちゃ話されてました。やばいですよ、うん、この視聴者さんにこれいただいたんですよね。これ、神フロダンさん、ソラチエースも一部使用しみたいな、ゴールデンエッグ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。最高。これフルーティー。フルーティーやね。レモングラス味ある。めっちゃ美味しい。美味しい。1984、ルースさんのバースデーやね。はい。もし俺のバースデーや、ルースさん。今日多分ダールマさん見れるんちゃう。もちろんダールマさんありません。ダールマさんありません。ダールマさん多分、梅だけ。梅。ほんまかいな。ほんまかいな。ほんまかいな。Can you get you practice? I wanna go out drinking with everyone, you know? Very fun, you know? Tatsu bar. Tatsu bar. What's that? Tatsu bar?それなんか聞き方によってはいやらしいですよ、ルースさん。ということでビールも飲み終わったんで、次はちょっとワインの方に移りたいなと思います。フラノはね、ちょっとワインが有名ということで、ちょっとフラノワインもちょっと買ってみました。ということで、あとフラノチーズと共に食べて、で今日の、メインコースはビエイの大切なの湧き水を与え育てた牧場独自こだわりの牛肉、そう、大切なの水を飲んだ牛のビーフシチューらしいです。美味しいですよ。うん。フラノワインどうですか。お、ちょっと酸っぱいね。うん。酸味がすごいある感じで。美味しい。でも、うん、正直、うん、たくさんめっちゃいいワイナリー、うん、行きました、うん。オーストラリア、ニュージーランド。うんそう、うん、ああそんな感じね。ちょっと違う、うん、もしかしたら日本人向けに作ってあるかもしれないです。チーズも正直外国のに比べて全然さっぱり。まあでもワインと一緒には最高ですよね。美味しい。めっちゃ大きいビーフが入ってます。気をつけて、のドリッピング on that nice sofa over there。 うわオッケー、めっちゃ美味しい。これ美味しい。おービーフの脂の濃厚さがカリービーフシチューに引き渡っております。わかる、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じで引き上酔っ払いはいいね。フラノワインで酔っ払いはいいね。もう早く。フラッフィーですよこれ。間に入りますけど。カーテンがあるんとないんと全然違いますね。どこでもプライベートが、ね、できるっていう感じで、こんな感じでカーテンやって、で後ろもこんな感じでカーテン僕らしてます。めっちゃ使い勝手がいいです。明日何時起きますか。あ
アラーム必要ないですよ。いやー、アラームいるでしょう。必要ないですよ。おー、ということで今、気温は、7度です。7 degrees。 Oh, that's good。 まあでも来週はもうマイナスに入ります。マイナス2。マイナス3。ここ、うん。